皆さんこんにちは。それでは、行政書士試験合格者インタビューを引き続き行っていきたいと思います。今回お越しいただきましたのは新井和彦さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて新井さん、早速なんですけれども、はい、行政書士試験今回合格されたんですが、そもそも受験してみようと思われたきっかけみたいなところからよろしいですか？まず今私総務、会社の総務の方で、はい、契約関係の仕事とかしておりましてですね、はい、ずっと以前は営業職やってたんですけど、はい、ここ7、8年ぐらい、それやってまして、はい、でももともと大学の法学部に所属してましたので、はい、まあ、法律系の資格っていうのは何か取ってみたいなと思ってまして、まあ、以前にだいぶ昔なんですけど、宅建であるとか、はい、ビジネスホームであるとか、はい、そういったものは取ってましたので、うん、まあ、少しチャレンジするっていう意味、うん、自己啓発の意味も含めて、うん、まあ、行政書士が一番いいかなと思って、なるほど、何年か前からやってました。あ、そういうことなんですね、はい、なるほど。で今回演習総合講義というどっちかというと中上級者向けの講義を取られているのも、はい、まあ、法学部出身っていうのもあるし、まあ、こう地盤というか基礎が一応あるなということで受けられたと。まあ、独学で、実は何回かトライして、はい、やってたんですけど、なかなか届かないでですね、なるほど、やはりこういった専門の講義をやって、うん、まあ、ある意味自分に自立の意味もあってですね、うん、戒めと言いますか、はい、どうしても独学だと、はい、こう自分でいいようにやってしまうじゃないですか、はい、である意味こういった形のものでやれば、うん、自分に対して一つ重しになると、うん、いう一つハードルを設けた形でやりました。そういうことなんですね、はい、でまあいろいろスクールあるじゃないですか、他にも、この中でアガルートを選ばれたっていうのは何か理由があるんですか？あ、そうですね、最初はお金のかかる通信教育で何かやらなくても、うん、まあ、独学でなんとかなるみたいな変な自信はあったんですけどね、はいはい、さっき言ったような理由でじゃあどっかやってみようといろいろ調べたんですけれども、はい、まあ、結構授業料とか高いとかありまして、うん、であと YouTube でいろいろ見られますよね、はい、でいろいろ見てた中でこのアガルートさん の特に豊村先生の、講義が出てましたので、はい、それ非常に惹かれましてですね、あ、これいいなと思って、それでもうほぼ迷うことなく決めさせていただきました、はい、あ、そういうことだったんですね、はい、なるほど。でいよいよこの演習総合講義学習を始めるってことになるんですけども、始められたこう時期というか申し込みの時期というのはいつ頃なんですか？時期はですね、確か3月ぐらいに申し込みをして、それぐらいからだと思いますね。なるほど。じゃあ3月からスタートということですよね。はい、そうです。はい、そうそう、そのめちゃくちゃこう早いスタートっていうわけではないですね。ですね。11月の試験に向けては。結局前年も受けたんですけどね、はい、そこで合格発表ってのはやっぱり2月ぐらいにあるじゃないですか。1月ですか、はい、あ、それであかんかったなと思って、それからいろいろ考えての着手だったんで、うん、大体それぐらいです、ね、あ、なるほど。1月末が発表で、要するに2月いっぱいはこういろんな検討期間に当ててどこにしようかなと当てて、でよしじゃあ3月から上がるとやってみようという感じになったんですね。なるほど、はいはい、そうすると編集総合講義ってこういきなりほとんどドンって届くじゃないですか。でびっくりしました。テキストから問題集から届きますよね。でそれじゃあいよいよ着手ってなったことなんですけども、どういうペースで進められていたんですか？うん、基本的にはマイペースで、まあ、3月の段階だとまだ半年ぐらいありますよ ね、 そうですね、半年以上、うん、だから普通にやっていけばという形で、はい、それほど焦ることなくやってたんですけども、まあ、やっぱりだんだん最後の方はね、うん、若干駆け足になったのは事実です。あ、そういうことなんですね、はい、なるほど、はい、学習時間のこう捻出というんですかはどのような感じにされたんですか？やっぱり勤めてますんで、平日は行き帰りちょっと通勤時間が長いもんで、はい、例のスマートフォンに落としてやる方式がありますよね、はいはい、あれをまあ耳から聞く学習と、まあ、あとはやっぱり先生のパソコンを見て帰って、その講座を平日はできる時で1時間ぐらいかな、はい、で休日もやる人はまとめてやるんでしょうけど、うん、私の場合は休日は自分の、ね、趣味の時間にも使いたいというのがあったんで、うん、主として休日は午前中3時間ぐらいかな、うん、それぐらいのペースでやってきました。なるほど、はい、直前期は少し増える感じですか？そうですね、直前期はやっぱり、本当に間際ですけど、それはちょっと集中しましたけれども、うん、そんな感じです。なるほど、はい、で3月からスタートされて、はい、その学習をされていって、はい、まあ一通りというか、はい、まあ、メイン科目でいいんですけど、はい、まあ、まず一回ししたなっていうのはいつ頃の時期になりますか？そうですね、多分ね、もう10月末とか結構じゃそれぐらいになっちゃったかなっていう感じですね、うんうん、そうするとそこから本試験までがまあ1ヶ月ぐらいということで、最後にこう知識の詰め込みの時期があるじゃないですか、そのところに向けてのご自身この、なんていうか、
工夫というのはありましたか。なんで一応全科目、まあ、やっぱりどうしてもあの民法と行政法が中心じゃないですか、はい、それで回してて、まあ、ちょっと一般知識なんかかなり時間がなくなっちゃって、うん、本当にちょろちょろっとしかできなかったんですけどね、うんうん、であの問題集ってあるじゃないですか、あれにくっついてきた分厚いやつ、あ確かセレクト問題集、はい、まあ、あれはねそれに沿ってずっとやってきて、その中であの自分が間違えちゃった問題にチェック入れてたんですね、うん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 、はい、で民法と行政法しかできなかったんですけど、その間違い問題をあの再復習みたいな、なるほど、うん、でやっぱりそこの部分はやっぱり自分の苦手部分というか、うんうんうん、多分何度やっても間違っちゃうみたいな恐れがあったんで、うんうん、はい、本当は全問振り返れば一番いいんでしょうけどね、先生もあの最初の導入でおっしゃってたんですけど、はいはい、とてもそんな時間なかったから間違っちゃったとこだけ、うん、で間違っちゃったっつっても全体のやっぱりどうでしょう、半分かそこらぐらいはやっぱり間違っちゃってるんですよね、うんうん、難しい問題だったから、それを振り返りました。なるほど、はい、じゃあ結構1ヶ月でキュッと復習をされてみた感じですかね。そうですね、チェックされてた部分について、ただそれはもう本当民法と行政法だけしかできないんです、うん、メイン科目に絞ってってことですね、で今のお話だと例えば商法とか会社法とかっていうのはどういう感じですか、ね、これはねやっぱりどうしても苦手意識っていうかそれありましてね、あの実際にはほとんどあまり時間割けなかったですね、うん、で本当にあの主要な部分だけ、うん、やり返すぐらいっていうか、うん、深みにはまっちゃうとますます理解できなくなっちゃう部分もあったんで、その辺に留めておきました。なるほど、実際行政書士試験ってこう商法会社法、まあ、特に会社法って割と出るとこ決まってるというか、よく出るとこありますもんね、その辺を中心にと、そうですね、いうことなんですね、なるほど、でそうされますと例えば模擬試験とかっていうのはどういう扱いになったんでしょうか。模試とかは、うん、特に公開模試的なものは一切やってません、うん、で市販で書店で過去の、はいはい、過去問じゃないや、なんかあら直前問題集みたいなのあるじゃないですか、本番に偽で作ってるやつ、はい、あの3回分入ってる、そうそうそう、ちぎってやるやつ、うん、あれをね、2冊ぐらいかな、はい、だから合計6回分ぐらいですか、うん、それをやっただけです。あ、なるほど、でも、そうすると、事実上模試は6回とか上がるというと7回ぐらいは時間計ってやられてるって感じですか。そうですね、うん、まあ、ただ本当の会場に行って、うん、よく予備校がやってる模試みたいな、ああいう雰囲気じゃなくて、変な話、自分が合間にこう特に時間も計らず、うん、まあ問題を解いてたみたいな感じなんで、うんうんうん、本当の臨場感のある感じっていう雰囲気ではなかったですね、うん、ああそうなんですね、なるほど、なるほど、例えばこうご自身がやられた勉強法で3月スタートで合格果たされて、これは自分だけじゃないかなみたいなのってあります？こう自分だけがやってたんじゃないかなとか、オリジナルのもやり方とか、そう特段オリジナルっていう感じのはないかなと、まあ強いて言えばさっき申し上げた、うん、間違っちゃったところのバックぐらいの、うんうん、それぐらいかなと思うんですけどね。なるほど、特に特別な方法っていうのはしてないですけど、うん、まあ王道ですよね、インプットを入れて、まあ、問題集間違えたところを繰り返すということですよね、なるほど、で今年の本試験の頃っていうのは結構自信があったんですか、はい、その本試験受ける時っていうのは。いやーなかったですよ、やっぱり過去にも失敗してますしね、で今回も結構まあ去年も受けたんですけども、うん、去年よりはちょっと難しかった感じもあるし、うん、正直通知が来るまで半信半疑でした。ああ、なるほど、そういうことなんですね、うん、だから思ってたほどね、自己採点もしたんですけど、うん、やっぱり期日勝負みたいな微妙なところだったんですよ、うん、はいはい、で自分が想定してたよりは期日で点があって、うん、まあ、なんとか合格ラインをオーバーできたみたいな感じでした、ね、期日で一気に勝ち取ったという感じなんですね、だから本当半信半疑でした。なるほど、発表あるまで、さて、お話しいただいたんですけれども、カメラの向こうには、はい、令和2年の本試験を受けられる皆さんいらっしゃいますけれども、はいはいはい、まさにその今までの経験を踏まえられて、例えば、まあ、働きながらの方が多いじゃないですか、時間の捻出とか、もろもろ含めてメッセージ、アドバイスあればお願いします。あ、そうですね、まあ、特段メッセージってことではないんですけども、まあ、私の場合も何年かやってきて、まあ、今回行けたんですけれども、まあ、やっぱりコツコツとやるっていうことしかないと思うんですね、まあ、途中で独学でやってた時なんかやっぱり自分に甘くなっちゃってある期間全然やんなかったりとかそういうのが出ちゃうので、やっぱり自分で納得がいくようにコツコツと着実に隙間を空けないでやるってことぐらいしかないと思うんですね、まあ、あとはなんとかその6割取るって頭の中の自信じゃないけど、それだけ、それを頭に植え付けるってこと、それしかないと思います、はい、よろしいですか。はい、はい、というわけで、行政書試験合格者インタビューなんですが、今回は新井和彦さんにお越しいただきました。この度はおめでとうございました。先生ありがとうございました。